パウル・ハインラインはドイツの作曲家、トランペット製作者。ハインラインはニュルンベルクに生まれた。一家はニュルンベルクの有名な楽器制作家であった。12歳になったハインラインは自らストディシュス・ムーシクスと名乗り、創創曲を一曲書いた。1646年、父のゼバスティアン・ハイライン二世の勧めに従い、ハイラインはリンツとミュンヘンへと留学する。 続く1647年と1648年に北イタリアをめぐった彼は複数の旅行記をしたためて現地の音楽事情を書き残しているが中でも特にジョバンニ・ロベッタの名前が挙げられている。帰郷したハイラインはニュルンベルク市の音楽評議員の職を得るとともにトランペット制作者として父の傍らで働いた。 1651年までには賞を獲得している。彼の工房で制作された楽器は、現在、バート・ゼッキンゲン、ニュルンベルク、ベルリン、コペンハーゲン、ブリュッセルのコレクションで目にすることができる。1651年に提出された婚姻届の職業欄に、音楽家、オルガニストと記載されていることから、ハインラインが音楽家を修行としていたことは、間違いない。 1655年には聖エジディン教会、1658年には重要な聖ゼーバルト教会のオルガニストに任用されている。ハインラインはニュルンベルクに没している。ハインラインの器楽曲の大半は散逸しているが、ニュルンベルクの歌曲コレクションにはいくつかの聖楽曲が残されている。ありがとうございます。